ここからは言えば言うほどです。はい。まあ、中部電力というのは、まあ、中部財界ということですからね。はい。えー、そういうことからいたしますと、コロンドンもまた中部財界。になります、あ、しかし、お話をしても、これは世界のという話に繋がってきます。はい。おくるみボーイさんからいただいております、はい、トヨタ自動車元社長最高顧問であった、豊田栄治さんがお亡くなりになりました。先週のことでしたが、豊田栄治さん100歳のお誕生日と新聞で知りまして、えー、ご健在だったんだ、と知った矢先で、 まあ僕らが車に興味を持ち始めた頃のカローラ・クラウン、その他いろいろな車種に携わってきた。 来られたことでしょうその技術の結晶が愛知県長久手のトヨタ博物館に展示してあります今一度足を運びたいと思います楽しい車をありがとう心よりご冥福をお祈り申し上げますということでありましたねえ本当にこの方も書いていらっしゃったようにこの間100歳のお誕生日、はい、迎えられたばっかりだったんですね、はい、お祝いの様子なんかもいろいろ新聞とかニュースなんかでもご覧になった方もあると思いますけれども、うん、まあそういうことでえそうかでも1歳は 大王子やなとということですね、うん、1>, 1世紀にわたって、はいえー、生きてこられた単なる生きてこられただけではないさまざまなことをなさった方コンピューターのピュー太郎さん留任の中日新聞に今日100歳という記事が載っていて数字パズルのね えー、なんか、数読なんかも楽しんでおられるんだなということでね、お元気にしていられるんだなと思っていた矢先の訃報ですっていうのは、さっきの方と同じような感想を持たれましたね。はい、82年に社長を退いて30年以上も過ぎていますが、世界のトヨタのトップは、トヨタ A 自氏という印象が私たちの世代には、 あるのではないでしょうか。日本の自動車の発展に関しては、故、本田総一郎氏とともに貢献した方だと思います。ご冥福をお祈りいたします。急行、はい、のぞって言われてたら、ね、まあそういうことでしょうね。はい、ピンピンダラリンさんからも、トヨタ家といえばトヨタグループの創始者の佐吉氏が、私の中では有名でしたが、英二氏は、えー、後半合併を実現したことが大きな足跡ということを知りました。ご冥福をお祈りいたします。 まあ、トヨタ自動織機というとこから始まって、豊田佐吉というのは、この、日本の偉人伝の中にもね、出てくる方でありますけれども、この英二さんは、豊田佐吉さんの、と、の3兄弟のうちの2番目のお子さんに当たる。おっ子に当たるんですね、佐吉ね。はい。佐吉平吉佐助3兄弟、はい。の中の真ん中の平吉さんの、 はい、あの、息子さんということですから、はいはい、ああ、まさにこれはね、当初からのということになるでしょう。主婦山主婦子さんから頂い,いております、36年に東京帝大、現在のですね、あの東大工学部を卒業後、やっぱ頭もいい人ですね。 トヨタ自動織機製作所現在のトヨタ自動織機に入社、うん、分離独立したトヨタ自動車工業に移り社長に就いたと戦後の混乱期に分離したトヨタ自工とトヨタ自動車販売が合併して82年に誕生したトヨタ自動車の、えー、初代会長を務めたと92年に名誉会長99年から最高顧問創業期から、えー、自動車産業に生産に携わり えー、国内初の本格的自動車クラウンの開発を指揮したとこのクラウンというのも一つの性能とともに、はい、あの性能だけ良くてもあの機械ってあかんのですよ、うん、イメージがそこに伴わんとあかんということで、はいうん、なんかねえ 高級なイメージるクラウンに乗れるぐらい出世したいなって。あ、王冠のマークああるでしょありますね。クラウンに乗れるぐらい出世できたらなあいうのは僕らのね、若い頃、いまだにそれを達成しておりません。これは、あの、僕らは二重の苦しみです。何一般の庶民の人も、最終的にクラウン乗れたらいいなというのは、一つのこれは願いです。それから 我々のような商売、あの、いろんなコマーシャルやりますけれども、うん、車のいろんなコマーシャル、最終的にはクラウンのコマーシャルやれるような、はい、そんな風格のあるタレントさんになれたらえないうのも、僕らの業界です。ある,はい、あるわけその2つも、2つが実現されていないという、普通の人よりも二重の苦しみを味わっております、ねはい、普通の人の方が、うん、あの、達成しとる人がいかも <laughs> もう達成度難しいし。いタレントでクラウンドコマーシャルはね、言うのがね。<laughs> はい、なかなかね、タレントではないですけど。はい、クレクサスレクサスって名よ、レクサスでも。レクサスね、あの、レクサスのショールームができた時に話題になったの覚えてませんか <laughs> はい、はい、あそこで扱ってるワゴンね、100万円するらしいよ。ワゴンって車じゃないよ。コーヒー運ぶワゴンだよ。はあ、あ、そうそう。はいはい、ワゴンで作るのが。このワゴン、そのワゴン、コーヒー運ぶワゴンでも100万円近くするらしいよ、高級ショールームだわ。 それにね<え>なことはどこにも書いてないですが、うん、あそこのショールームって、なんかドレスコードがあるような気がして、しょうがないんですけども、<laughs> なんかスーツで行かなかったない、<laughs> いう気になるね、か分からんけどそん、どそんな気になる、勝手にね。そんな話はどうでもいい、そのクラウンっていうのもね、あの性能とイメージ、はい、これを見事にくっつけてと。 いうことでありますもんね。えー、そしてまあとにかくね、いろんな危機もありました。二度の石油危機や排ガス危機械の強化など、規制の強化などを乗り越えて、日米アジアでのトヨタの地位を確立したと。 坪井さんまさにうちの主人がトヨタ自動車工業時代の社長さんだったんですよ。部品在庫を極力抑える話はよく聞いておりました。看板方式とかなんか言っていうのもね、この人の時代だと思います。はい、また、小西市にあります豊田佐吉記念館にも連れて行ってもらいました。ということですかね。はいうん 坪井食堂小高支店さんからもいただいております。トヨタ自動車元社長で最高顧問の豊田栄治氏が心不全で亡くなりました。今のトヨタがあるのはこの人のおかげと言ってもいいでしょう。会社経営は先見の目を持っていて決断力も必要ですよね。年齢的にも大往生。人生を全うできたんではないでしょうか。先見の目というのが自動食器から始まりました。これも性能のいいもので、はい、特許をいくつも取って、世界に、いわゆるトヨ、 ここに技術ありと言われた一番今の自動車工業の元となったのはですね、はい、この自動食器というね、うん、繊維産業のこの機械であったわけですけれども、はい、そこから自動車いうものをね、こう、導き出していくいうのはね、 なかなか大変なことやと思います今だからね、うん、まあ、それはそういうもんなんでしょって思いますけど、はい、あの一つ物事、人間って一つ物事を成功すると、うんあの、そこにこだわったりとか、自分の時計これだって思っちゃうので、そこにちょっとこだわって、他のものに行くっていう勇気ってなかなか出ないですよね。うんはい、で、勇気を出して行っても、それが方向が違ってたりとか、はい、自動食器で儲けた金、ね、うんうん、これからはおそらく、うん、カゴの時代かもから <laughs> <ゴ>しかも昔の籠は2人で担いでいてエッサホイサの籠そうそうはい、はい、3人で担ぐ籠そしてシートをこのようにすれば、うん、昔の籠とは違うぞ乗り心地のいいこれからは籠の時代だ <laughs> と言ってですね <laughs> 進んでいってエッサホイサエサホイサ一応人力車だというの会社でもって、うん、でまあなんとか籠の方に行きましたそんな周りにアホなやつらおったから <laughs> その中で、車だ、はい,はい、いう、はいはい、見極めた、そういうことです。いろいろな、どっちを進んでもよかったでしょう。<laughs> えーね、正しい方向進みましたやん。<laughs> はい、車だというふうにね。 ということでありまして、うん、先見の命ということもここでありましたですがまだまだたくさんのお便りをね潮にたむたくさんのお便り、うん、そしてこの辺りは、まあ、企業城下町と言われてますからこれによって随分恩恵を被ってる方もいろいろいらっしゃるようでありますし、はい、この辺りさまざまの,あの豊田市ばかりではなくて、はいえー、半田市には小峠田佐吉がこのように、えー、寄宿していたところが、うん、あ,ありとか刈谷、はい、の方なんかに言わせる トヨタ何を言うかと、自動食器の工場ができたのは、我々刈屋からあったんやでと、刈、うんはい、屋でダメやったら今のトヨタ市もないでというような話やら、うん、もう様々このあたりね、はい、えそんな話、伝説あるということでございます。